あ、つながった。う。おい。こんばんは。こんばんは。ちょっと今すっぴんで顔つせんくって。なんでリクエストしたの？え、ちょっと話したいんで。ちょっと待って、顔出してよ。ええー。ちょっと。え、どうしよう。ラジオみたいになってんじゃん。お名前なんていうんですか？ひかりです。え？ひかりです。ひかりちゃん？はい。どうも、たかです。はじめまして。はじめまして。ひかりちゃん、いくつなの？17です。おー、若いね、いいね。高校生でしょ？はい。すっぴんだったら何、出れないの？ちょっと厳しいですね。今の高校生ってすっぴん無理なの？すごいね、それ。一回ライブ行ったことあります。ありがとう。アイオブザストームの。あ、それもじゃあ一番最後じゃん、コロナ。はい、そうなんです。どうですか、どうでした？もうめっちゃもう興奮しすぎてやばかったです。あ、マジで、はい、あれ。じゃあとりあえずこの天井のスタイルでやっていくのね。天井映すスタイル、はい、天井で。ね、オッケー、分かった、はい、じゃあそうしましょう。出身はどこなんですか？徳島県です。あ、徳島なんだ。はい。福島って米津とか？あ、そうです、そうです。米津徳島だよね。そっか。どうですか、徳島県は。徳島は、結構田舎やけど、過ごしやすいです。だいぶ前に、いつのツアー、な、多分ね、ボーンズとかと一緒に、アリーナに行った覚えがあるんですよ。あん時行けんかったんですよ。うん、はい。徳島ラーメンね、好きで、もう今は卵が食べれなくなっちゃったんだけど。おお。すごい好き。また徳島来てください。行きます。方言はそれ何になるの？関西弁？関西弁みたいな、阿波弁です。阿波弁やけど。阿波弁って言うんだ。はい。かわいいね、アクセント。そうですか。うん、いいと思う。なんか話したいことあったんじゃないの？なんか今頭真っ白で何話したいかかな。頭真っ白な割に喋ってるけどさ。どうしよう。なんかない？もう今回のライブも絶対会ってて行きたいんで、うん、おー、頑張ってください。徳島のどこが近い？大阪？うん、あ、大阪の京セラに応募しました。どう？帰ってきた？連絡。まだです。多分28に一般で応募したんで。あ、なるほどね。はい、待ってるわ。ありがとうね、応募してくれて。はい、応援してます。ありがとうございます。本当にみんなが楽しめるようなライブを頑張って作るから、はい、めっちゃ楽しみです。頑張ります。ありがとう。ありがとうございます。じゃあまた次はすっぴんじゃないときに。はい、お願いします。はい、ありがとう。はい。退出していいよ。あ。退出するとき顔つんないように気をつけて。あ、出た。そういうことか。じゃあラスト一人。はい。誰にしよっかね。三人にしようか。気のいいところで。今の感じだったら三人いけるわ。時間的に。うん。三人。あと二人。あと二人行こう。でも、リクエストがすごい多い。リクエストがすごい多い。どの人にしようか。これ。どう？ダメ。じゃあできない。この人。ダメ。これは？これ。もう普通、リクエストじゃないところから行くか。神様お願いしますって言ってるやつ。ん？どういうこと？
おいっす。マジか。はい、あれなんかダブルになったぞ。あれちょっと映ってる。ちょっと待ってどうしよう。ちょっと待って どういうことこれ。どういうこと。ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってちょっと待って。みんな何家族で見てんのか。やばい。子供がいっぱいいる。子供がいっぱいいるぞ。ちょっと待って、俺さ、ごめんごめん。多分ちょっと静かにして、ちょっと静かにして。これ、え、俺多分ダブルでやっちゃったんだよね、きっと。ねえ、すごい。ダブルでやっちゃった。これじゃ、左の画面の人、左の画面の人。こっち、そう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 、そっち。お名前は誰の携帯は僕の吉村です。吉村さんが、神様お願いって言ったの。あ、言った言った。わしやわしって。わしやわし。わし当たった当たったって言ってたんか。あ、そうなんだ。家族で見てくれてんの。そうです。ありがとうね。ありがとうございます。嬉しい。え、ほんで、右側の子たち、はい、どうも、僕ちゃんたち、こんにちは。こんにちは。こんばんは。あら、ありがとうありがとう。かわいい。激かわ。何歳？よかったね。ずっと奇跡じゃん。何歳だって。何歳？4歳です。4歳。お兄さん34歳。30歳。やばいね。やばい。ずっと。いただきる。ねえ。やばいね。もう、あれだよ。お名前なんていうの？いちる。みちる？いちるです。あ、いちるちゃん、いちるちゃんが30歳、はい、34歳になった時はもう僕はもう多分歩けてないかもしれないね。これが終わったらこれだやつで。5歳でしょ？ 5 歳になるんでしょ？そっか、お母さんどうもこんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。始めまして。やべえ。ママがさ、なんか見たい。あ、すげえ、後ろ超ワンオカンちゃん。はい、ワンクのグッズが。やば。超嬉しい、ありがとう。今朝なんで、今朝。ごめんごめん。かっこいい。左の僕ごめん。ありがとう。これあれだな、2つ混合してやるもんじゃねえな、インスタライブって。パニックな。こんな部屋にもあるけどね。あ、そうなんだ。うん、ごめん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 ね、ご飯食べてんのに邪魔だよね、ごめんね。おい、でもいいね、お父お母さんなんか素敵で羨ましいですよ。あ、ありがとうございます。そんなあれですか、ライブはあの候補なんか送っていただいたんですか、応募していただいたんですか。前回の名古屋が行けなくて、あ、そう、だから今一般デモか応募してます。待ってますんで頑張って当ててくださいね。頑張ります。そういう時子供ちゃんはどうしてるんですか。預けます、親に。すいません、ごめんね。預けられてもワンオクロックのこと嫌いにならないでね。わー、あの見さしとくんで大丈夫です。ありがとうございます。子供はいいね、可愛いですね。あれ、皆さん、あれ記念に祝勝がしなくていいんですか。めっちゃしてます。してんのかい。めっちゃしてんのかい。そうで怖いねんけど。これでもなんでダブルになっちゃったんだろう。こんなことできるんだ。ほら、うん、笑ってるけど。何回か撮るわ。撮って、すいません、大好き、ありがとう。イエイ。撮った、よかった、ね、いや、やばいよ、もうこれ切ったよ。あ、焦ったな。じゃあ2家族ともライブで待ってるから来てね。はい、ありがとう。今日も行ける。うん、行けるよ、行ける。何歳、何歳って言ったっけ。4歳でしょ。4歳っていけるんだよね。4歳はどうなの。オファー行ったことあります。行ったことある。はい、頑張って歌ってね。分かった、頑張って歌うよ。頑張って頑張って。
まだ大丈夫。ごめん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 。もうね、寝る時間だからな。まだ7時か、まだ寝ねえか。ご飯食べて。ご飯食べてる。ご飯食べてんの？何食べてんの？焼きそば。やっぱ口の中バー出せないよ。なんかバー出せないよ。みんな見てるよ、これ。焼きそば。焼きそば美味しい。ママの作った焼きそば美味しい。最高じゃん。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ。俺もそろそろ焼きそば作ってくれる人探さないとな。でも何よりです。ありがとう、二家族さんとも。ありがとうございました。はーい。はーい。バイバイ。はーい。バイバイ。やな。お風呂じゃん。外出だけやな。やばいね。辛い。バイバイ。どうやってやんの？やって。はい。どうやってやんのこれ。はい、いいと思う。あ、こ、来た。外出する。超やばいじゃん。やばいよ。あれ、どうやって切るの？俺みんな切り方わかんないんだよね。俺も切り方わかんないんだよね。あれあビデオどうやって切るんだろう、どうできない？どこで切るんだ？ここかな。あ、できます。できた。ありがとうございました。大好きだよ。みさもま大好きだよ。ありがとう。お前一応忘れないでね。え、お前調子乗んなよってなんで起きた。なんであんま調子乗んないでねって言われたの。俺最後ひょっとしてびっくりするな。それだとしたらそんなことさすがに言わねえか。4歳の子供が言われたらちょっとドキッとしますけどね。調子乗る前に頑張ります。さあ今ので本当だったら3カウントなんですけれども、同時だったということで、あとラスト1個いますか。誰か喋りたい人。すごいね。今日はなかなか濃いね。天井でしょ、一発目。で、2組目がもうガッチガチの家族でしょ。しかも、2つね。なんか同時ね。さあ、どうしましょう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 。ラストですよ、ラストですよ。はいって皆さん、はいって言って。はーい。はーいって言って、はーいって言って。どうですか、どうですか、どうですか、どうですか。皆さんどうですか。大神様お願いします。あ、神様の次は大神様ですか。いいですね。もうでも神様一回使っちゃいましたからね。大神様もいませんよ。さあ、次、次。なんかちょっとググッとくるものないの？ググッとくるものなんかこうコメント欄で、はいじゃなくて、私ですじゃなくて、なんか面白いコメントできる子いないの？いねえか、はいで、はいで終わりか。じゃあさ、こんな風に、じゃあ、今ランダムしたけど、あ、OK、またやっちゃった。これ、2回押しちゃってる。あれ？おい、つながった、おい。え？聞こえますか？聞こえてるよ。どうしよう。すいません。こんにちは。はじめまして、あかねです。あかねさんどうも、はじめまして。こんにちは、たかです。こんにちは。何やってた？今、ご飯作ろうかなと思ってました。え、家族？また家族？ごめんなさい。全然いいんだ。ごめんなさい。まあ、そういう時間帯だよな。そうかな、そうかな。今日は子供にご飯作ってんですか？そう、子供が今、そうなんです。どこにいるんですか？はい、流行り風に乗っちゃって。あらえ、流行り風って何？コロナ？そうです。コロナになっちゃったの？そうなの、2度目。あら、何歳？3年生なんで9歳です。あ、結構若いんだね。そうなんです。体調はどうなんですか？あ、でも結構2日ぐらい熱出たぐらいでもう元気なんですけど。あ、そうなんで、まあね、うつしちゃいけないしね。うん、そうなんです。ね。はい。あ、そうですか。でも元気で何よりです。よかった。はい。やばい。何作るんですか今から。おかゆ今、あ、でもね、もう普通に食べれるので。あ、普通に作ってるんだ。普通に、はい、普通に食べて、普通のを食べてます。はい、今旦那がお風呂入っちゃって聞かせてあげたかった。旦那のお風呂まで突撃していいよ。行っちゃう。行っちゃいますか？行っちゃいますか？
万人見てるから、あのお父さんのお風呂2万人に見せようじゃ。どうしようどうしよう。ちょっと待って、最初に確認して、あのお父さんはあの、うん、ワンコ好きですか？あ、もう大好きです、大好きです。じゃあ後でなんかあのふざけんなみたいなこと言わないで済むね。え、何その話ってなっちゃう気がして。え、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと行っちゃおう、行っちゃおう。ちょっと聞いてきていいですか？あ、聞いてきていいですか？はい、めっちゃ面白いな。お父さんお風呂入ってるって。でもさ、後でさ、きっとさ、タカとさインスタライブつながったんだよねって、大好きなわけじゃんお父さん。それでさ、なんで言ってくんねえんだよって言いそうじゃない？だったらさ、言ってあげた方がいいよね。たとえお風呂でも。男の人だからほら、下にタオル一枚巻きゃどうにでもなるじゃん。ね。あ、お待たせしました。いけた？あ、なんか、ダメだって。ダメなんだ今会ったばっかりだよ、みたいな。そこはダメなんだ、めっちゃウケる。そこダメだった。まさかの展開だわ。だったらいくつぐらいなんですか？44歳です。あ、そうなんで、僕の10個上ですね。はい。どうですか？じゃあ、アーカイブ残しますんで。はい。すごい。こんなスピンで出てしまった。2万人、ごめんなさい、みたいな。大丈夫です。問題ないですよ。あ、今、東京ですか、タカさんは。今、東京です。あ、お帰りなさい。すごい。見てました、インスタで。ありがとうございます。ライブはあれですか、応募されました？してないんです、今回。忙しいんですか？ちょっと今引っ越しとかでバタバタしてていけなくて。じゃあまたぜひ時間が空いた時に遊びに来てください。はい、行きます、絶対。おりますので。ありがとうございます。旦那様にもよろしくください。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、ご飯頑張って作るの。うん、頑張ります。あ、これどうやって、はい、みんなどうやって抜けてるんですか、押すときは。いや、俺わかんないね。どうやってやってんだろう。一回出れば大丈夫ですかね。多分そうだと。やってみてください。わ、はい、かりました。ありがとうございます。頑張ってください。はい、おさあ、いや、そらそうだよな。この夕食の忙しい時間帯にこうやって作りながらさ見てくれてるなんてマジでありがたいわ。まあ、ちょっとお父さん最後ダメっていうのはちょっとショックだったけどね、若干。ダメなんかい！俺が逆に肩すかされた感じがしましたけどね。ありがとうございます。というわけで、今日もですね、ベラ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 喋らせていただきましたけれども、また、近々お話しいたしましょう。まあ年末できれば、ちょっと、多分年末はね、またカレー作んなきゃいけないので、カレー作りながらでもちょっとインスタライブしようかなと思います。というわけで、本日は誠にご視聴ありがとうございました。また、必ず、はい、アーカイブ残します。どうも。じゃあね、バイバイ。